アニマロ。エレベーターの花嫁、真島文吉。ある時からエレベーターの夢しか見なくなった。真っ白な電灯に照らされた狭い部屋に私は立っていて、目の前には花嫁衣装を着た女の後頭部がある。女は石像のように微動だにせず、エレベーターは上昇しているのか下降しているのか半然としない。階数表示は暗く沈んでいて何の動きもない。電灯のブーンという耳鳴りのような音だけが聞こえる世界で、私は女と二人きり朝を待つのだ。異様な夢から覚めた後はひどく疲労していて、体が泥のように重い。一週間で仕事に出れなくなり、食欲がなくなり、得体の知れない不安に酒ばかり飲むようになった。それも尽きると、やがて眠るのが怖くなった。眠らぬよう考えつく限りの対策を講じたが、三日と持たなかった。私はエレベーターの中、女の背後でうずくまって震えた。現実と夢の境が曖昧になり、私はとにかく床に這いつくばり続けた。そうするうちに、私はやがてあることに気づいた。エレベーターの扉に向かう花嫁姿の女、その後ろ姿に見覚えがあるのだ。確かにどこかで見た覚えがある。それも何度も。友人だろうか、職場の同僚だろうか、私はこの女を知っている。そう思った瞬間、女がわずかに動いた気がした。こちらを振り向こうとしている。嫌だ、目を合わせたくない。私は理解した。私はこの女がいつか振り向いて私に顔を向けてくるのが怖かったのだ。この女の正体を知りたくない。逃げ場のないエレベーターの奥で彼女と向かい合いたくない。そうしないために私は、女がまだ向こうを向いているうちに、彼女の白い首に背後から手をかけた。半年の入院生活のツケは高くついた。会社は私をとっくの昔に解雇していて、オフィスに私の机はなかった。ただ、上司が怒りに任せて、私に何の通告もなしに一方的に首にしてくれたおかげで、契約違反ということで組合に頼み、いくらかの手切れ金をせしめることができた。再就職には難儀したが、なんとか生活を立て直せた。あの夢も、もう二度と見ない。脅威を、己の手で倒した実感が私に自信を与えた。3年後、私は新しい上司に勧められて見合いをした。あまり可愛げのない相手だったが、妙に話が合う。何度か会って悪くないと思った。一人で床に着く時の言い知れぬ不安と縁を切りたいという気持ちもあり、私は結婚を承諾した。世話好きの上司とその奥方のおかげで全ては流れるように決まっていく。だが、ある時点で私は凄まじい違和感を覚えた。何かが変だ。何かおかしい。私は嬉しそうな婚約者の隣で違和感の正体を探ったが、はっきりとは分からなかった。だが本能が叫んでいる。このままではまずいと。私は知恵を振り絞り、理由をつけて式を延期にした。そうして違和感の正体を必死に特定しようとした。しかし、どうしても分からない。脳のどこかに鍵をかけられたかのように、必要な情報が取り出せなくなっていた。本能が嗅ぎつけた脅威、それが何かがどうしてもわからない。
やがて婚約者や関係者がしびれを切らし、式を止められなくなった。私は危機感を抱いたまま結婚の準備をするしかなかった。式の当日、私は晴れやかな気持ちをかけらも抱かぬまま会場にいた。満面の笑みの婚約者とともにスタッフに促されるままエレベーターに乗った。狭い部屋に足を踏み入れた瞬間、脳の鍵が解き放たれた。ああ、なぜ思い出せなかったのだ。このエレベーターだ。私が二度と訪れたくなかったのはこの空間ではないか。そして花嫁衣装、違和感の正体はこれだ。この衣装はあの女の着ていた。私は目を合わせたくなかった。それが嫌で女の首に手をかけたのだ。だから愚かにも私は振り返って扉を向いてしまった。純白の花嫁衣装、その裾が私の足を撫でる。私は誰だったのだ。あの女が私だったのなら、今私を見つめている男は。男がうずくまる音が聞こえる。ガタガタと震えているのがわかる。この後どうなったかを私は知っている。やがて男が立ち上がるだろう。そしてこの首に手をかけるだろう。それを甘んじて受けるのか。私は自らの手で脅威を倒せる人間ではないのか。私はまだうずくまっている婚約者より先に敵の方へと振り向いた。